お、限界一人。はい、どうも皆さんこんにちは、たいわです。今日もマジバトやっていきたいなと思います。で、本日のですね、17時から、新しいイベントの方が来てますので、そちらの方をね、やっていきたいなと思います。で、今回来たイベントは、前回ね、お知らせのあった通り限界の弟子審査といったところで、こちらがね、開催されております。で、こちらは、遊戯場のコインをね、集めることで、ランドの星4をゲットできるイベントなんですけども、それと合わせて、他のアイテムとかも、そのコインをね、ある程度集めると、交換できると、言ったイベントになってますので、早速行ってみましょう。限界の弟子審査。この辺はね、飛ばしていきましょうか。で、実際にね、戦闘の方に入っていきたいなと思います。心の準備はできたか。でですね、序盤の方はね、問題ないと思うんですけども、今回のイベントね、どのぐらいのステージがあるかわからないんですが、後の方のステージになれば、その分ね、ポイントがもらえるっていうか、コインの方がね、いっぱいもらえるんじゃないかなって思うんですけども。黒田、この辺はね、原作のストーリーを、わかる方でしたら、わかると思うんですけども、限界のね、弟子になれるか、そのね、限界の力を受け付け、引き継げるかっていうね、言った試練なんですけども。あ、ここで一個もらえるんだ。一番最初のステージで12個ですね。初めて敵に会える。続いて第2ステージになります。このステージもね、戦闘力的には問題ないかなと思うんですけども、いや、パーティーもね、ユウスケがね、やっとレベル50になったんですけども、レベル50っていうとね、結構ね、アイテムもね、多く必要になったりとかで、かなり大変なんですけども、毎日ね、無料で行ける、鍵のね、クエストを行って、コツコツね、育てております。ここでは、かけらが3つもらえるよと。第2ステージでは14個ですね。続いて第3ステージですね。この辺も特に問題ないんですけども、相手はね、武蔵ですね。で、この武蔵については、桑原がね、霊剣を、使うきっかけになる相手ですね。で、この人の持っている木刀が、なんかね、なんでしょう。霊木から切り出した木刀みたいな、感じで、桑原がね、それを握った時に、霊剣がね、できると、言ったきっかけになる、戦闘ですね。ここは15枚ですね。続いてキーバーのですかね。で、この相手については、ユウスケがね、原作では相手になってるんですけども、相手は謎のね、視覚とかを遮る、ヘルメットをね、つけて戦闘するわけなんですけども、ユウスケはね、なんでしょう、限界で投げたタバコを、拾ってね、それを使って勝利するんですけども。
暗闇。あ、そういうことか。これも原作通りだな。あ、こういうところで暗闇耐性が必要になってくるのか。これは大変だ。確かにね、暗闇耐性上げられるキャラクターっているんですよね。あ、これは結構重要だな。話にならんな、マーメデスポジャー。15枚。次が風丸ですね。来ました。で、風丸は、まあ、こちらもね、まあ、ユースケの、まあ、相手になるんですけども、まあ、風丸自体はね、まあ、忍者の末裔ってことで、で、ユースケとね、まあ、同じような、まあ、レイガンっぽいやつをね、まあ、使えると。で、風丸が使うのは、まあ、手のひら全体で撃つってことで、まあ、レイガンよりもね、まあ、結構威力は高めなんですけども、まあ、このステージでは、なんでしょうね、自爆して、まあ、ユースケが勝っちゃうんですけどもね。あまり喋らない方がいい。うん。もう勝負はついた。ここでは26枚、一気に上がってきましたね。で、風丸2。心の準備はできたか。風丸2ってなんだ。うん。さてさて。ただステージね、暗闇耐性がね、まあ、有効に働くステージが出てきたってなると、まあ、今後ね、まあ、降臨っぽいやつが来た時とかに、なんかそういうのありそうですね。暗闇耐性のキャラじゃないと、まあ、クリアできないみたいな。そうなってくるとね、結構きついですね。あ、これだ。霊気砲。所詮そのレベルだな。で、ここでは33枚。あ、結構もらえますね。で、勝利に来て。君はどうする？復讐か。来ましたね。で、勝利に関してはね、なんかね、原作でも、なんかね、一番平和っぽい顔してるんですけども、まあ、こいつがね、まあ、一番の、なんでしょうね。まあ、悪者というか。まあ、こいつがね、まあ、ランドーが化けてる姿なんですけども。なんでね、いろんな術を使えるんですよね。おい、ばあさん！勝ったぞ！これも33枚ですね。で、勝利に。初めて敵に会えた。いい試合をしよう。いい試合をしよう。ステージ自体は特に難易度的には問題ないかなって思いますね、今のところは。勝利。オッケー。おい、ばあさん、やったぞ。ここでは34枚ですね。で、ランドーと。でも、こっから結構敵のレベル118なんで結構上がりますかね。君はどうする？まあ、118までね、敵のレベル上がってくると、
ストーリーのね、まあ、上級ステージを、クリアできている方であれば、まあ、問題なくクリアできるかなって思うんですけども、うん、結構硬くなってきてますね、敵も。来ました、ランド。時間で必殺技を使っていきましょうかね。かつ、K、おい、ばあさん。オッケー。ここでは16なので49枚結構もらえますね。でストーリーがまた挟むと。このシーンありましたね。で、石が1個もらえて、あ、さらにありますね。VS 限界135。君はどうする？服従か。うん。ここが最終ステージなのかな。まあ、135もね、かなり結構上がってきましたね。で、妖属性の敵が多め。で、ここは陰属性ですね。でバフをかけてくる。お、限界1人。あ、結構強めですね、1人にしては。オッケー。で、ここでは42枚。で、終わりか。はい。まあ、てな感じでですね、まあ、今回、まあ、今日の17時から来た、まあ、限界のね、イベントの方進んでみたんですけど、いかがだったでしょうか。ね、今回のこのイベントに関しては、まあ、最終のボスが、まあ、限界と、まあ、言ったところだったんですけども、まあ、メダルの方はね、まあ、最初の方から始まって、最後の方で、まあ、40枚から50枚前後ぐらい、まあ、集まりましたので、まあ、この辺をね、まあ、ひたすら周回して、まあね、自分の欲しい、まあ、ものが集まるまで、まあ、周回していけばいいのかなと思いますので、まあ、今後ともね、頑張ってやっていきたいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またねー。